私は雨が嫌いだ。ジメジメするし、髪の毛はゴワゴワするし、洗濯物は乾かないし、気分も晴れないし、何にもいいことがない。こんなに雨が嫌いな私なのに、私は超ギネス級の雨女なのである。小学校の遠足は全て雨だった。ただ風で休んだ修学旅行だけは超快晴だったらしい。行ってないからわからない。進学しても中学高校と全ての行事に雨を降らせた私は、いつしか人から避けられ、私自身人との関わりを避けていた。なんで、なんで私なの。私だって晴れの日にお買い物とかお出かけとかしたいのに。無駄につまらない人生を送ってきた私。そんな私も今年で20歳になる。字余り。退屈すぎて始めたこの川柳はもはや日課と化している。最近雨ばっかりで困っちゃいますよね。それでは気になる今日のお天気です。今日も全国的に雨。この雨はまだまだ続きそう。今日も傘を忘れずに、洗濯物は部屋干しで。これから1週間の天気です。わー、雨マーク一色です。皆さん、土砂災害などにはくれぐれも注意して。今日もハッピー、グッピー、またレインリー。うさちゃん天気予報でした。ぴょんぴょん。はい、終わり。大事なことを河野先生、大事なことを河野先生。殴ったな。痛いじゃねえか、この野郎。虹？これ色違うよ。そうなの？虹はね、波長の長い順に外から赤、灯、黄、緑、青、蓝、紫って並びなの。いわゆるスペクトルね。波長によって屈折率が違うから起きる現象よ。太陽光が空気中の水滴で屈折、反射するときに波長の長い赤から短い紫まで色が分かれるわけ。分光ね。まあ厳密には分光とも違うんだけど、でもね、虹っていつでも見られるわけじゃないの。観測者と水滴、太陽のなす角度が40度くらい、つまり夕方ぐらいに虹が見やすいわけ。だから虹が見たかったら雨上がりの夕方が一番。見たことないの虹？貸して。
これが虹よ。お姉ちゃんすごいや、何でも知ってる虹博士だ。いやそれほどでも博士ってほどさ、そもそも博士課程に進むつもりはないし。友達になってくれない？友達？雨も上がったようだし、見えるんじゃないかな、虹。本当に？出てないね。もう船！お姉ちゃんに任せなさい。いい？お姉ちゃんはね、虹を出せるの。だから今度の雨上がりにはこんなに大きい虹出してあげる。うん、分かった。約束。よし。あれなーに？見ちゃダメ。今日は晴れです。今日も晴れです。晴れ晴れ。なんでよ、なんでなのよ。風邪ですね。お薬出してきますから受付でもらってください。次の方。お姉ちゃん、僕昨日虹見たよ。お姉ちゃんのおかげだね。これ、虹見て書いたんだ。お姉ちゃんにあげる。ありがとう。字余り。